皆さんこんばんは。おうちでバーテンダーシリーズ今回で25回目になります。Hey guys。 ですね、本来はスピンオフ動画の予定だったんですけれども、ちょっと変更させていただきまして、カクテル動画にします。というのはですね、今アメリカでは大統領選が終わりまして、まあほぼほぼもう決定っていう感じの状態なんですけれども、まあシーズンなカクテルとして思いついたカクテルがあります。それはマンハッタンです。でなぜマンハッタンかというとですね、まあカクテルエピソードがありまして、まあマンハッタンってクイーンオブカクテルって言われてます。カクテルの女王って言われてる本当に有名なカクテルでもあるんですけれども、ちょうどもう昔、イギリスのね出生、チャーチルのお母さんがアメリカ人で、昔アメリカのねマンハッタンクラブで選挙支援パーティーみたいなパーティーだったと思うんですけど、選挙支援パーティーでお客さんにね、あのこのマンハッタンをあの配ったって言われてて、そこで考案されたって言われてるんですよ。なのでチャーチルのお母さんが作ったっていう説が、候補であって、まあ、あとはあのニューヨークのマンハッタンの夕暮れ、日が沈むところを情景としてカクテルに表したとも言われてるんですけれども、まあ、いろんな説があるんですが、まあ、前者の方で今シーズンなのでマンハッタンを作っていきます。ぜひ見てください。見てね。はい、今日使うアイテムを紹介します。今日はウイスキーですね。ライウイスキーを使います。ジャック・ダニエルのライです。これはバーボンではないです。ライウイスキーを使っていきます。そして、はい、スイートベルモットです。スイートベルモットを使います。そしてトリニダ・トバコさんのアンゴシアビター。前回シンガポールスリングを作った時にこれがちょっとなかったんで、いまいちシンガポールスリングの味が出せなかったんですけれども、今日は登場しました、アンゴシアビター。これはマンハッタンに絶対ないといけないので購入しました。アンゴシアビター使っていきます。そして夕日を表しているマラスキーのチェリーを使います。はい、材料は以上です。では作っていきます。まずですね、このミキシンググラスに氷を汲んでミキシンググラスを冷やします。はい、で冷やします。まあ、目安として、霜がね、こう張ってくるので、それが目安です。で、ここでしっかり冷やしてあげます。マティーニを作る作り方と、まあ、ほとんど一緒なんですけれども、マティーニは大体ジンがね、冷凍庫で冷えてたりするので、そこまでこうミキシンググラスをキンキンに冷やすということは、まあ、さほどしなくてはいいんですが、マンハッタンはウイスキーが常温なのでしっかりね、ここで冷やしてあげてください。はい、はい、これだけもう氷が溶けちゃって水になります。これを切ります。はい、お酒を入れていきます。ですね、本来のレシピはライウイスキー 45ml、 スイートベルモット 15ml、 アンゴシラビター1ダッシュなんですけれども、まあ以前私がかつてね働いていた、ホテルオークラ神戸レシピで作ります。ホテルオークラ神戸レシピはですね、ライウイスキー50、スイートベルモット10、そしてアンゴシラビターが2ダッシュ入ります。ではそのスタイルで今日はやっていきます。
で50入ります。はい、なんか大統領選でお酒を振る舞う、しかもこのマンハッタンかっこいいですよね。なんか粋ですね。で 10ml、そしてアンコシラブターが2ガッシュ、はい、そしてこれでステア。あんまり長くすると溶けていくので、もう素早くね、色がね、夕暮れの色を表してるって言われています。はい、そしてこの夕日に見立てたマラスキのチェリー、こうピックに刺してあります。これをカクテルに添えて出来上がりなんですけれども、ホテルオークラスタイルはここでレモンピールを振ります。完成です。では飲みたいと思います。乾杯。いただきます。あー、これこれ、懐かしい、久しぶりの味。このね、マンハッタンの味って。私がこうバーテンダーやり始めた時って20代前半だったんですけれども、その時にはこの美味しさが全然わからなくて、なんだろう、もうまあウイスキーの味自体にね慣れてなかったので、この味とちょっとこう甘みが効いた味とこのビターの味がね、どうもまだ若い時は全然ちょっと美味しさがわからなかったんですけどね、今となったらウイスキーの味とかもね、いろいろこう知っていって、このウイスキーに少し足されたこの甘さと苦い、ほろ苦い味がもう相まって最高なカクテルです。もう本当に大人なカクテルだと思うので、皆さんぜひ、大人の方はぜひ試してみてください。本当に美味しいから。で、まあちょっとねこう甘みを含ませたい時にこう、マラスキのチェリーをかじって、あ、美味しい、ぜひ試してみてください。 Thank you for watching my channel. See you guys soon. 来週はスピンオフ動画当てます。あげますね。ではまたね。Thank you for watching my channel. Bye.